大阪プロレス2023にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日いっぱいいると思うんですけども、ね、こんなにたくさんに集まっていただけて本当に本当に嬉しいです、うん、ほとんど私が見合っちゃうよ。そうやな、自分でやってみたいに今言うたけど、いやいやいや、プロレス見に来てる方も多いですし、うん、そしてまああのね、カメコのおじさま方も多いですし、もう今日は美味しいものにも囲まれてますし、あのまずオープニングから私たち日本わちゃちゃ、こちらのなんとリングの上で、そう、はい、ライブさせていただきます、はい、試合ではないんですね、これは試合ではない、戦ってもいいけど、戦いじゃないのこれあなた非公式ですよね。はい、非公式、見えてないからね、まだね、はい、下におるからね、はい、私たち日本わちゃちゃは6人男女グループのアイドルグループとなっておりまして、はい、私たちのこと知らない方でも、はい、一緒に振りコピーをしたりとか手拍子とかで楽しめる曲が、たくさんございます。皆さんよかったら一緒に盛り上がっていってください。よろしくお願いします。そして写真動画撮影もうち OK でございますので、ね、OK です。今日はステージ360度でございますから、ね、もうそんなに前以外の横や後ろ姿見ることないので、うん、そうですね、ちょっとね、今日はじゃああれやな、こっち前向いたりあっち前向いたりいろんなとこ見てみようか。そうですね、はい、曲ごとにじゃあ変えたいと思います、はい、そろそろじゃあ時間の方はどうでしょうか、大丈夫ですか。はい、それでは、オープニング、まずは日本おちゃちゃが大阪プロレス2023盛り上げたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
がとうございます。改めまして皆さんこんにちは、せーの、日本おちゃちゃ、日本おちゃちゃ、私たち日本おちゃちゃです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、大阪プロレス2023始まりましたけれども、はい、まずはね、オープニングから私たち日本おちゃちゃがこちらのリンクの方を温めて盛り上げていきたいと思うんですけれども、はい、今日やっぱり私たち日本おちゃちゃ初めて見る方多いじゃないですか。そうです、ね、ほとんどだと思うので簡単に自己紹介させていただきます。もともと私たち大阪出身でございまして、せやねん。で、今は東京拠点なんですけれども、こうやって毎月大阪の方に地元に帰ってきてまして、はい、今日は本当にこの20分ぐらいかな、20分のために車で帰ってきました。そうです、大阪に。そうだね、帰ってきました、8時間かけてね。なんですけれども、まあ、はい、歌って踊っての普通のアイドルとはちょっと違いまして、はい、まあ、曲に演出があったりだとか、はい、YouTube に力入れてたりとか、はい、それこそ今日のサブタイトルかなにもありますけれども、うん、もうまさに何話のエンターテイナーでございます。そうやね、まあ、DJ 含めた6人組のアイドルグループのはずなんですけれども、はい、はずなんですけども、あなた誰ですか。これね、気になってる人多いんじゃないですか。 あなた、あ違う、あなた今日出演されるプロレスラーの方ではないですよね。さっきの動き見てたけど、いやもう運動神経の悪さ出てましたけど、全然ちょっといめちゃくちゃ下手じゃない。運動神経の悪さが出てるのよ、君。非公式ですね。それ何ですか。タイガーマスクさんのファンの方ですか。いや、あのタイガーマトンです。タイガーマトン。この子マトンっていう、ね、動物2個入っててややこしいよ。トラか羊かどっちかにせ。そうね、あのうちのメンバー36歳のただの通りすがりのおじさんです。通りすがりじゃない、勝手にリング上がった人じゃないから。まあでもプロレス好きやもんね。そうですね、プロレス好き。大阪プロレスさん元気ですか。プロレス好きな人はおもろいかな。あのスタッフさんすいません、パイプ椅子持ってきてもらっていいですか。ラクラキーワンマンや。いやでもね、こんなリング上でやること初めてやし、はい、そうなんですよ ね、もうこのアイドル人生最初で最後かもしれんから、はい、しっかりプロレス好きとしては噛みしめて、はい、普段 DJ してるけど今日あなたの役割もないんで、いつも音出しとかしてるんですけど、はい、今日は遊んでてください、どっかで。わかりました。しかもですよ、普通にアイドルがライブやってて、はい、見て、あんなさ、仮面の人が覗いてることとかないじゃないですか。わー、すごい、楽しい、ありがとうございます。もう今日はね、ちょっとオープニングから盛り上げれるようにね、はい、初めての人もアイドル知らない人も一緒に楽しめるような曲だったり演出、出てきますので、一緒にオープニングから楽しんでてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そうやな、こっちメインにしてみる。次はそうやな、ね、今こっちやったもんな。今こっち見たんで、次こっち見るんで、皆さん全然移動してもらっても大丈夫なんで、いろんな角度で今日はライブしてみたいと思います。それでは次の曲を皆さん一緒にこっち見て振り付け一緒にやってみてください。束縛クイーン。今日はこっち見てこっちだけを見て、私のことだけ見ていて、こっち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 、あなたは私だけのものよ。She's a
投げた史上一番ややこしい人に投げた。でも聞いて、次もっと動く曲です。出演者さんもここにいる人も全員でジャンプしてください。お師匠最後まで飛べるかな。大阪の皆さん、よかったら椅子から立ってもらっていいんで、一緒にジャンプしてください。椅子から立ってね、呼吸して。大阪プロレス、そんなもんやないやろか。行け、アウト。初めての人も怖くないよ。
ラストスパート、最後までみんなでジャンプ、プロレス見てなきゃってみんな体力がすごいわ。だってプロレスラーの人の方が疲れてましたよ。ね、さっき走り回るからリングの周り。そうよね。はい、ということで、はい、ちょっとだけ私たちの日本あちゃちゃの告知をさせてください。はい、私たち YouTube もやっておりまして、はい、YouTube で日本カタカナわちゃちゃ赤。息切れるわ。あのやっぱり痛いのに跳ねたもん。そうで調べてもらったら私たちの YouTube 何本やるな、300本くらい、動画載ってますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。面白い動画しか上がってないです。そしてですね、私たちこの後すぐテントのある奥の方で、物販という交流会をしておりましてですね、これなんと全員、いや、初めましての方、無料で一緒に写メが撮れますよ。無料です。なのでさ、あのパンフレットね、よかったらちょっとでもジャンプ楽しかったな、私たちとお話ししたいなと思ってくださった方、ぜひ気軽に遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あともう一個いいですか。はいはい。あのみんな疲れたと思うねんけど、そんなことないよ。あそこに、ワイン無料で試飲できるとこあります。え、無料。あ、最高やな。しかもその横にビール売ってます。イエーイ。そしてその横にマルシェ開催してます。イエーイ。全部担当、ね、みんなよかったらいっぱいご飯とか飲み物もありますので、じゃんじゃん金落として帰ってね。よろしく、よろしくお願いします。めっちゃ晴れてきた。じゃあこのままの勢いで日本おちゃちゃん最後の曲になります。最後もみんなで一緒にいっぱい万歳する曲になっております。手挙げる準備できてますか。それではラストの曲聴いてください。
いきますか。最後にご視聴いつか。いくぞ。一、二、三、だ。ちょっと帰ってくる。